今回はとっても小さくて綺麗な魚を買いました。オララスマキュラータです。聞いたことありますか？めちゃくちゃちっちゃいちっちゃいとってもちっちゃい70匹です。すごく小さい。日本テトラがだいたい3センチとか、大きくなって4センチとかになるんですけど、このボララスマキュラータは 2.5 センチ、だいたい2センチから 2.5 センチぐらいまでしか大きくなりません。なので小型水槽に向いてるのかなと思っています。で、この子たちを90センチスリム水槽に今回は入れていきます。果たして70匹も入れることで群縁してくれるのか。さすがに70匹は群縁してくれるんじゃないかなと思って70匹買ったんですけど、じゃあ実際に90センチスリム水槽で70匹も飼うことができるのかと、実際に入れてみるとどんな感じに見えるのかっていうのをまあやっていこうかなと思います。この動画いいなと思ったら、よかったらチャンネル登録してまた見てください。動画制作の励みになります。グッドボタン、コメントお待ちしております。応援よろしくお願いいたします。はい、ということでボララスマキュラータをこちらをね購入しました。もともとボララスマキュラータという魚は僕はもう当然知らなかったんですよ。この魚と初めて出会ったのが、よく行くペットショップ屋さん、金台っていうまあショップがあるんですけど、そのショップにフラッと寄ってね、立ち寄って、なんか小型の魚買いたいなと。うち結構ちっちゃい水槽がまあまあ多いんですよ。30、45、60あたりの水槽がまあほとんどでして、小さい水槽でもサイズがだから小さい魚ですよね。そうするとまあたくさん魚を入れられて、まあ群縁が見れるというような感じで、まあ小さい魚を探していたんですけど、ちょっとねフラッと寄って、まあたまたま見かけた水槽にちっちゃい魚がいたんですよ。それがねボララスマキュラータっていう名前でした。真っ赤なねボディにちょっと黒い斑点がついてるね、スポットの斑点がついてるまあ魚なんですけど、まあとても綺麗でね、まあ、ちっちゃくて可愛いなと。あ、これいいな、これちょっと値段も安いしね、買ってみたいなってことで、そのね水槽に入ってた魚ボララスマキュラータ全部買ってきました。で、その時は7匹しか在庫なかったんですよね。7匹、たったの7匹ですね。で、その7匹をちょっと飼ってるうちに、あ、やっぱボララスマキュラータっていいなと。ちょっと気も優しいし可愛いし、で、まあ、あんまりね獰猛じゃないし、小さいコリドラスピグミーとかね、一緒に飼ってもまあ攻撃しないのかなと。で、餌の取り合いもまあしないだろうし、まあ、小型の魚なんでね、そんなにたくさん餌あげなくてもまあすぐお腹いっぱいになってくれるし、あ、じゃあこの魚いいなと、また飼いたいなってことで、90センチスリム水槽今回ね立ち上げて、じゃあこの水槽のね、メイン生態にしようかなと、群栄させてみたいなというようなことで、まあ今回購入しようと思ったんですが、もともとはその金台ってショップで購入しようと思ったんですよ。なんですけど、お店に行ったんですけど、名前をね僕忘れちゃったんですよね。ボララスマキュラータって名前を忘れちゃって、なんかね似たような魚はいたんですよ。体の赤いとってもちっちゃい似たような色した、まあ、魚がいたんですけど、まあ、ちょっとね今思えば、まあそれはボララスマキュラータに似たなんとかブリジッタやね。ちょっと名前がね思い出せないんですけど、ボララスブリジッタや、違うな、ブリジッタやですよ。あのブリジッタエで、ブリジッタエがいて、でそれもちょっと似てたんですけど、僕の欲しかったのはボララスマキュラータの方で、あの黒い斑点がねちょっと可愛いということで、まあどうしてもこっち欲しいなってことで探してたんですけど、まあペットショップ行ったんですけどなかったんです。売ってなかった、売り切れで。ほんでまあとりあえずねお家戻って、あの名前なんだったっけなと、その時はもうボララスマキュラータって名前忘れてたんで、ああ、名前わかんないと、やっぱり購入もできないし、どうしようかなと思って、ツイッターで聞いたんですね。ツイッター、皆さんね、僕よりもベテランの方多いんで、まあ、教えてもらって、あ、この魚、ボララスマキュラータって言うんですよ、ってことで、あ、そうなんですね。ありがとうございます、ってことで、ツイッターで
教えてもらって分かったんですけど、そのボララスマキュラータをね、まあちょっとグーグルで調べまして、あ、これだわと、赤い魚で黒い斑点間違いないなと。でこの魚ね、とても綺麗で、やっぱり小さくて可愛いんですよ。で水草にね、赤い色ってやっぱり映えるんですよね。映えるっていうんですかねで小さい水槽でもやっぱり体がね小さいんで、いっぱい返そうということで、まあ、今回ねこの90センチスリム水槽、まあ、立ち上げて、この水槽でたくさんの魚を群縁させたいなということで、今回このボララスマキュラタ70匹を買いました。でどうして、まあ、ちょっと群縁させたかったのかっていうと、一応コリドラスピグミーをこの水槽に50匹入れてるんですよね。でコリドラスピグミーも水槽の中層を泳ぎ回って、比較的群れを作って泳ぎ回ってくれる魚ではあるんですけど、常にね前に出てるわけではないんですよ。まあ臆病でコリドラスピグミー結構臆病で、餌あげる時ぐらいしか前に出てこないっていうはい、そんな感じでね、恥ずかしがり屋なんですよ。なので、まあ、魚が欲しかったっていうのが一つと、あとこの水槽を IAPLC 世界水草レイアウトコンテストですね、 ADA が毎年主催してる、まあ、水草のレイアウトコンテスト、それに出展したいなということなんですけど、出展の条件に、まあ、魚とね水槽の環境の、まあ、共存ということで、魚がいなきゃね、写真コンテストなんで、その写真の中に魚が写ってないと良くないんですよ。でコリドラスピグミーは裏に隠れちゃうんで、まあ、写真撮ろうとするともうパパッと逃げて隠れちゃうんですよね。だから魚がどうしても欲しかったんですよ。ということでこのボララスマキュラータ、まあ、70匹もドカッと買って、まあ、入れればさすがに群縁するだろうと、水草でね一緒に泳いでくれるだろうと思って70匹購入しました。でじゃあどこで買ったんっていうと、普段僕チャームで、生態とか購入したりするんですけど、今回は初めてアクアライズというところで、初めて購入しました。お店が埼玉にあるみたいで、僕東京なんですけど、まあ、値段も安いし場所も近いし、でオーダーすれば家に届くんでわざわざ買いに行かなくても済むしってことで、今回ねこのボララスマキュラータ35匹のパックを2つってことで2700円で、ついでにコリドラスピグミも20匹追加で買っちゃいました。もうこれは完全に血迷ったんですけど、コリドラスピグミ20匹を2700円で購入しました。で合わせてまあ送料350円ということで5750円でコリドラスピグミ20匹とボララスマキュラータ70匹を手に入れたという感じですね。めっちゃ安ですよね。はい、ということで、このボララスマキュラータ少しね概要説明すると、インドネシアの、まあ、マレー半島というのもそんなところに住んでると、あったかい地域ですね。水質は弱酸性から中性、20度から28度で、生活できるということです。まあ、丈夫で飼育しやすく、ただね繁殖が難しいということで、ボララス族ってのはコイ科の魚なんですけど、コイ目コイ科、もともとラスボラ族っていう属性だったんですけど、ラスボラ族ってのがのれん分けしたらしくて、ラスボラ族の中にボララス族とかミクロラスボラ族とかそういったものが細分化されたらしいんですよ。なのでもともとこのボララスマキュラータはラスボラマキュラータって名前だったらしいんですよね。で今は名前が変わってボララスマキュラータ、またはボララスマクラタっていう風に言われてるみたいです。なので Google で検索するときはボララスマキュラータで、検索すれば出ますね。他にボララス系っていうとボララス、ミクロスレッド、ボララスミクロスレッドっていうのがいて、めちゃくちゃ似てるんですよ。あとボララスブリジッタイっていうのがねいて、まあ、これもちょっと見た目が似てて、まあ、この辺のね魚の名前が覚えられないのは、まあ、ちょっとおじみがこぼれちゃってるなと、まあ、完全に名前を忘れちゃうね、おじみが出ちゃったなっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じの分類になります。でこのボララス族っていうのは、まあ、繁殖が難しいらしいんですけど、比較的繁殖が簡単なのがこのボララスマキュラータと
あとこのボララス族っていうのは体がとってもちっちゃい1センチとか2センチぐらいらしいんですけど、その中でも最大な大きさがボララスマケラータ 2.5 センチで、ボララス族の中でもまあ比較的体の大きい個体ということですね。で、特徴は赤い体に黒くて丸いスポットがあると。水合わせしてね、投入時はまあ体色は白いんですけど、2ヶ月ほどでかなり赤い体になると、まあ色が上がってくるっていう感じですね。で、一応ね、最近はブリジッタエっていうボララスブリジッタエの方が赤くなるので、まあ、人気はねブリジッタエの方が高いということなんですけど、僕はちょっと、ボララスマケラータこっちがねちょっと可愛いなと思ったんで、今回はこのボララスマケラータにしました。一応他のボララス族より広い地域に住んでるらしいんですよ。なので色のバリエーションがまあ結構広い、赤が強いやつがいたり、スポットが大きかったり、黒いねスポットの色が大きかったり、そんなね形にばらつきがあるらしいです。で、ちなみにメスの方が、まあ、色は地味みたいですね。繁殖は、まあ、ピートとかピートモスみたいなねピートとかを入れてペーハー調整した水槽にウィローモスとかぶち込んどくと割と増えやすいということで、まあ、繁殖ね、できればねしてみたいなとは思っていますが、どうでしょうかね。とりあえず今回はねこれで水合わせをして、まあ、90センチ水槽に入れてみました。はい、ということで実際にちょっとね入れてみてどうなったかをちょっと見ていきましょう。実際に入れてみました。70匹、まあすごい数ですよね。70匹、90センチスリム水槽といってもまあ横幅ね90センチありますから、正面から見ればね奥行きがない、高さがないっていうだけなんで、まあ大きく見えます。で、実際70匹入れてみたところ、群煙は非常にすごかったですねめちゃくちゃ群煙してました。かなり群煙してましたね。で、ちょっとまあ実際に魚入れてみて一旦ね冷静になったんですよ。あれと、この水槽に魚何匹いたかなと、ちょっとね冷静になって思い返してみたんですけど、ゴリドラスピグミが最初ね50匹入れてたんですけど、今回ね20匹追加したんですよ。なので70匹。で、レッドチェリーシュリンプが50匹います。で、その中にあと台湾ヤマトノアエビっていうまあエビが20匹います。まあさらにねそこに今回ボララスマケラータ70匹を入れてみたということで、これで撮影したらねごっちゃごちゃでしたよ。さすがに魚入れすぎだわと、これはあかんわということで、数を減らしました。ボララスマケラータ半分ぐらいに減らしたんですかね。30、まあ下手したら20匹ぐらいかな相当減らしましたね。で、撮れた写真がこちらということで、まあ、綺麗に撮れましたんで、この写真には見るごとにコリドラスピーグミ50匹、いや70匹かは写ってません。はい、これだけでもねボララスマケラータ買ってよかったなというところなんですけど、まあ実際ね他の魚とのね相性とか、まああと群栄とかどうだったのかっていうのをねちょっと話していきますと、まずねコリドラスピーグミとの相性、まあ、コリドラスピグミ非常にね小さいコリドラスで、まあ、気が弱いですから、他の獰猛な魚、例えばサイアミーズフライングフォックスとか、まあ、一緒にポンって入れておくと、まあ餌奪われたりつつかれたりしますよ。なんですけど、このコリドラスピグミとこのボララスマキュラータね、まあ、とても相性良かったです。餌の取り合いもしないですし、もともとボララスマキュラータって水面の餌しか取らないんですよ。水面にブーッと浮いてる餌をパパパッと食べるぐらいで、水槽の底にね沈んでる餌をまあ積極的に狙いに来るほどそこまで積極性はないんですよね。で、まあ小型の魚なんで1回に食べれる量も少ないですし、そんなわけでコリドラスピグミとの相性は丸、餌の取り合いもまあなかったですと。で、群栄はじゃあ何匹からしたのかというと、70匹はさすがにね入れすぎましたね。で、実際ちょっと見てみると70匹入れると半分30匹ぐらいに分かれて群煙してました。2グループできてましたね。だから20匹ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってます。で、10匹ぐらいだとバラバラに泳いでます結構ね。そう、水槽の端から端までわーっと
一列になって泳ぐってのは2、30匹必要だったかなっていう印象でしたね。10匹ぐらいだと、まあ、ちょっとバラバラになんか点でバラバラに泳いでるんで、まとめて泳がすなったらそのぐらい20、30は必要かなといった印象でしたね。ただ30センチキューブとかに20匹ぐらいドカって入れると団子状態になるんで、これはこれでね、群編というかただ狭くてまとまってるっていうだけな状況なんで、ちょっと比較的ね、横長の水槽に入れると群編が見れるかもしれませんね。ほんで、餌ですね。食べた餌はね、小さいね、メダカ用の餌みたいな、本当に小粒の餌ですよね、をよく食べました。あまりね、ちょっと大きい粒の餌だと口に入んないみたいで、パクパクしてその後口からパッと出しちゃうんですよね。なので小さいメダカ用の餌みたいな、本当に小さい魚、小型魚用のちっちゃい粒の魚じゃなくて餌ね、を入れてあげたら、結構食べてくれましたね。で、色の仕上がりはどうだったかなっていうと、だいたい2ヶ月ぐらいで色が上がりました。最初入れたばっかの時あんまり赤がね、結構薄かったんですけど、今は結構赤もギンギンだし、黒い斑点もね、しっかり出てるんで、まあまあ2ヶ月ぐらい飼い込めばしっかりね、色はつくのかなと。特に餌もこだわったつもりもないんですけど、その辺で売ってるような安い餌ですね、それを使って、まあ、育ててるんですけど、まあ、綺麗に赤色出てるんで、まあ、RGB ライトのおかげもあると思うんですけどね。RGB ライト、赤色の魚しっかり赤に見えますから、まあ、そのあたりも、まあ、功を奏して、綺麗な赤色が出てます。バララスマケラタ飼ってみた感想は、まあ、そんな感じですね。まあ、小さな水槽でもしっかりと映えるということで、やっぱ小型水槽向けの魚かなと思います。一応ね、今回はこんな感じで以上になります。オララスマキャラとね、小型水槽をたくさん持ってて、まあ、例えばボトルアクアでもいいですよね。ちっちゃい水槽に、まあ、適したというか、非常にね、向いてる魚だと思いました。というわけでまとめると、オララスマキャラとは小型水槽に向いていて、20匹ぐらい入れると群れで泳いでくれる、とっても可愛い魚です。はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。次回は90センチスリム水槽が完成したということで、どんな管理をしてきたのか、機材や魚の量、ライトの強さや水草の量、その他もろもろどんな管理をしてきたのか話していこうと思います。